をしてるんですか。はいどうも、せいです。はいどうも、こんにちは。おうじいです。よろしくお願いします。今日もお久しぶりです。お久しぶりです。かどうかわかんないですけど、お久しぶりです。そうですね。ということで、今日のテーマは今日のテーマは、スケートボードの遊び方で、段差の登り方と降り方。で、今回はパート1として、登り方。ね、いろいろな登り方をちょっとやっていきます。まあ、あの初心者でもおじさんおばさんでも、うん、初心者でも気軽にこうチャレンジできると思います。そうですね。これをできればあのオーリーができなくても段差を登ることができると。そうですね。はい。まあこれは一応エンドオーバーとかエンドウォークっていうのができてるのを前提、基礎が要はできてるの前提です。一応 そこはできてた方がやりやすいっていうので、うん、一応あの概要欄の方にエンドウォークとか貼ってるんで、はい、それもちょっとチェックしてみてください。そうですね、はい、ということでとりあえず行ってみましょう。行ってみましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。レッツゴー。はい、じゃあ行きますか。はい、とりあえずやってもらえますか。まず段差ね。はい。降りじゃ難しいんで。この段差、まあ低い、はい、低いですけどね。低いです。で、見たことあるかもしれないです。はい。はい。プッシュしたら両足までここに置いて引っ掛けて。おお。おお。以上です。以上です。そうですね。簡単です。なるほど。オーリーに比べたら100倍簡単です、はい、まだこれ見本ですね。そうですね。はい、はい、じゃあスタンス、どういったスタンスですか。スタンスはあのプッシュした後にみんなが良くなるやつね、はい、乗った時にはいノーズに乗ってって言ってるのにノーズじゃないみたいな。これですね。これノーズちょっとあの端っこちょっとかすってるぐらいです。これノーズはこれですね。そうです。でノーズはこのビスからこっち側です、はい、ノーズ踏んでって言ったらここなんですよ。ノーズとテール、はい、分かりやすく言うと。そうですね、まあ、スタンスはこれですね、はい、しっかりノーズとテールに乗ると。そうですね。あとは、はい、乗せた後にここから1回でパッて、あこれめっちゃ大事です。楽です。そして、はい、絶対にこのスタンスを素早くっていうのはあの見なくてもできるんですけど、こうパッパッいきますよ。はい、パッパッ。おじゃあ次 やり方ですね。そうですね、はい、もう単純に前を浮かせればいいんですけど、はい、はい、プッシュしてノーズテール乗ったらあの膝使ってください。そうですね、はい、毎回言いますけど膝使ってください。ピンとなってちゃダメってことですか。ピンとなっててもできるんだけど、はい、ピンとしたままだと上がるんですけど、はい、上がった後何もできないんですよ。うん、はい、伸びきってますもんね。そうですね。であともし万が一の時あのパーン行くんで。そうですね。何かやるときは基本きっかけとして膝を使うっていうのすごい大事なんで、はい、これ忘れないで。わかりました。で膝を使うと、まだ終わってないですよ、はいはい、で膝を使うのと、浮かせる。浮かせる。乗ったら膝を使って浮かせるで乗ったらまた膝を使う。おお。これ2回膝使ってるんですよね。そうですね。しゃがんで浮かせるときに膝を使ってくん、前浮かせる、要は軸の移動をするってことですね、はい、両足軸から浮かせたときに右足で浮かせる、うんうん、で乗るじゃないですか、はい、乗ったら今度はまたしゃがむんですよ。しゃがむ。なるほど。で今度はこっちの軸移動、前足軸、要はなんか簡単に言うと四股踏んでる感じです。おお。右左相撲ですね。ってやるともう乗れるっていう。うん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 。これは簡単ですね。そうです。膝さえ使えれば簡単です。これ難しいという人は膝が使えてないとか、はい、ノーズに乗れてないとか、そうですね、っていうのが原因になります、はい、であとは勢いが残ってるうちにやらないと止まっちゃう。もう、はい、少しでも勢い残ってないでやらないとここまで来るとほら、あ、進まない、勢いないんでっていうのが大事です。まあ、早くやろうと思ったらいくらでも早くできますよね。できます。スピードをつけると、おお。あと、せいさんも
そうですね、自分もまずこのレベル1のやつ。レベル1ね、レベル1ですからね。レベル1なんで、はい、オーリーの100万倍簡単ですから、はい、じゃあ僕チャレンジしてみます。チャレンジしましょう。はい、それでは久しぶりです。まあさっきもやってみましょうか。はい、多分できます。さすがに余裕でした。はい、じゃあレベル2いきましょう。レベル2いきましょう。レベル2 まあ自分なりに、はい、やばっ。何をしてるんですか。思わず突っ込んでしまいました。ああ、これがレベル2ですね。まあレベル2、はい、できました。はい、今ね、乗った後にノーズを踏んでノーズのフロントサイドターン。そうですね。はい、じゃあレベル3いきましょう。レベル3は、まあ皆さん分かると思いますがね、乗ってからノーズのバックサイドキックターン。あー、これはこれはダメじゃないですか。おー、今のは成功です。じゃあレベル3いきましょう。逆の足ですね、スイッチスタンスになります。スイッチスタンスで登るレベル4。はい、で分かってきましたね。じゃあレベル4できたらレベル5は、そうこれですね、スイッチで入ってハーフキャブキックターンですね。で最後のレベル6が、あらららららら、あー残念。あー足りません、ブブー。さあオーリーより100倍簡単です。はい、よく見てください。お、ナイスです。いやー、いいですね。じゃあ、せずチャレンジ。もういっちゃいます。レベルマックスでいっちゃいますか。でこれ今ので一気に登りますか。そうですね、まずスタンダードに前と後ろを浮かしてここを登るとか、ノーズとテールを踏む極めをしてください。一発ですね。じゃあ今度はエンドオーバーで、まあ、乗ってみますか。エンドウォークでもいいです。お、ポップショービット乗れましたね。余裕ですね。いや今のもなんかいいですね。まあいろいろ遊べますね。はい、遊べますって、めっちゃ息切れてるし。いや本気で遊ぶんでいいんです。はい、ということでしたね。まあ、そうです、その1、はい、ね、段差の登り方ということで、まあ誰でもこれはチャレンジできるし、はい、多分1日やってればまあできますね。そうです、1時間あればできるんじゃないかなみたいな。できますよ。でとりあえずみんなにチャレンジはしてほしいです。で何レベルまでいけるかがぜひね、インスタとかでも上げてもらえたら嬉しいですね。はい、で一応次のまたこの登り方もまだまだいっぱい実は何個かあって、まあ近々、まあ、パート2もすぐやると思うんで、はい、折り方もあります。そうですね、折り方は折り方でパート1からパート2とか3まであると思うんで、そうそう、でこういうのをやることによってスケートボードに乗り慣れてきてっていうね。そうですね、はい、大事なことだと思うんでぜひやってみてください。はい、じゃああとチャンネル登録、はい、あと高評価もぜひよろしくお願いします。 See you in the next video. Bye. ありがとうございます。さよなら。